わんぱくわんぱくひがし札幌ぜき札幌ぜきにしがた大関わんぱく札幌出身南球部屋東がた大関札幌関札幌出身百合ヶ原小部屋呼び出しは大輔行事は海坊主本日結びの一番であります。牛乳パックで紙相撲は椿睦子オフィスのご協賛を頂戴いたしております。大混戦の平成23年11月12月場所8日目結びです。大関同士の戦いです。実況は私山田大輔、そして解説行事叩き役は海坊主でお送りします。若干海坊主さんの喉の具合が悪いということで、大変お聞き苦しいかもしれませんけれども、ご了承いただければと思います。さあ結びです。この結びの一番、過去対戦は3対0ワンパクが圧倒的リードではあるんですが、今日に関しては5勝2敗同士優勝戦線という意味では大事な大事な大事な一戦ということになります。さてでは、牛乳パックで紙相撲から先に一つお知らせを、挟ませてください。牛乳パックで紙相撲お正月スペシャルのお知らせです。平成24年になります、元日にお送りします。牛乳パックで紙相撲お正月スペシャル、午後1時から午後9時くらいまで長丁場で、今日よりも長丁場でお送りします。長いなこれ。ご覧の牛乳パックで紙相撲のページで放送しますよ。ユーストリームでの放送です。お正月だけの特別企画目白押しですよ。牛乳パックで紙相撲トーナメント、さらには東西紙相撲合戦、さらに新春バトルロイヤル、さらにはお正月グダグダトークとお送りしてまいります。この元日ならではの放送でお送りしてまいりますので、どうぞご期待ください。私と海坊主さん、さらには、編成員の田中さんも来てくれる予定ですね。海坊主さん、これはでもね、ほんとすごいっすよ。何がすごいの、何がすごいの。ほんとすごいっすよ。何がどうすごいの。もうね、まずね、お正月のテレビに飽きた方、まあ見たほうがいい。これね、書いてないですけど、きっとね、ああいうのもあるんでしょ、カフェ山田的な。ああいうのもこういうのもいろいろあると思いますよ。まあまあこれは一例でございますよね。突然何か出てくると思いますよ、いろんなことが。カフェ山田、皆さん、もし何か注文したいことあれば考えておいてください。なんだってね、8時間、8時間もありゃなんかあるよ、多分いろんなことあるよ。ね、ぜひよかったら、よろしくお願いいたします。元日の午後1時からの放送ということになります。午後1時から、だいたい9時くらいまで、もうぶっ通したいわけではないんですけれども、もうちょこちょこといろんなの挟みながら、そうですね、この、主体となる紙相撲トーナメントや、まあ、紙相撲はもう主体となるという話しますけれども、はい、そうですね、間いろいろ挟みながら紙相撲をお送りしてまいりますので、はい、どうぞご期待ください。さあ緊迫した土俵に戻りましょう。ワンパクからいきましょう。浴びせ倒しが出るのかどうか、今日の相手は札幌関です。大関決戦、重要な一番、過去対戦は3対0、いずれも浴びせ倒しでわんぱくが勝っています。前回9月10月場所の取り組み VTR でご覧ください。8日目でした、同じ8日目でしたね。両者浴びせる体勢からのわんぱくの浴びせでした。
まあ札幌関にもね勝機はあるように見受けられるんですけれども、なかなか白星にならないですね。まああとは角度ですとかタイミングの問題でしょうね。浴びせに行く、まあワンパクはね、まあそういった形で相手の嫌なところから行く浴びせ倒しっていうのは得意ですので、うん、まあ札幌関もめげずにこのいいポジショニングを取って、まあワンパクがガードできないようなところからの浴びせを見せてほしいですね。さあ2敗を守るのはどっちだということになります。ワンパクは優勝戦線という話になると平成23年5月場所で優勝を果たしております。この時まだ平幕でした。そして札幌関なんですけれども、しばらく優勝からは遠ざかっております。平成22年の9月10月場所、1年以上前です。その時以来の優勝をかけてということになります。カド番も脱出したので、まあ少し楽な気持ちで今日は取れるでしょう。左札幌関、右はわんぱくであります。どちらが浴びせていけるのかということになりそうです。それでは左は札幌関、右はわんぱく、8日目の結び、制限時間いっぱいであります。両者見合って今日投げたい、ぶつかった、浴びせる体勢、両者引き落としわんぱくの勝ち。意外な結果、ただいまの決まり手は引き落とし、引き落としてワンパクの勝ち。なんとワンパクが引き技です。いやーまあやっぱりね、札幌関もだからちょっとやっぱりね、あのもう少し違えばねよかったんですよ。ワンパクも意外なところ疲れたなってところだったと思うんですけれども、ちょっとタイミングがずれましたね。もうちょっと早く行けば、ね、ワンパクの左半身に対しての浴びせが札幌関できて、引かれることなく浴びせていけたんじゃないかなと思いましたけどね。いやーそれにしましても、うーん、札幌関って攻めた結果ですから何とも言えないですけれども ね、 そうですね、紙一重というまさに相撲でした。タック出てこないでください。この目立ちたがりや。ワンパク勝って6勝2敗として札幌関は5勝3敗となっています。8日目を終えました。残り時間少ないんですが、優勝争いご覧の通りです。2敗で全部で7名が並びました。大関ワンパクを筆頭にして関脇ヌーアツ別、以下は平幕、伏子親分、江別商工園、篠呂山、野っぽろえもん、江別小麦という順不動になってしまいましたが、こういった7名が並んだということになります。この2敗力士7名の中で優勝が決まるというのは間違いありません。さあいよいよですよ、千秋楽。海坊さん一言いただきたいんですけれども、まあ、どうですか。やっぱり元々の予想通り、まあ、わんぱくじゃないかなとは思うんですけれども、まあ、ただね、あの伏子親分のまあやっぱりね、あの清田のんちゃんを倒したという責任がありますので、まあ、優勝してほしい。この2人のどっちかかなと思うんですけど、なんで立てになったんですか。なんでこんなに皆さんにとって見づらくなったんですか。まあまあね、やっぱりどっちかかなと思うんですけども、ね、見づらいよ、皆さん見づらいよ今。そうですか。たまにはちょっと気分転換した方がいいなと。ね、ですけれども本当ね、千秋楽本当に史上最大の争いになるかなという感じですからね、これは。いやまあまあでもこれだけ減ってくれてよかったですよ。まあまあそうですけどね、千秋楽、まあ優勝決定戦はこれはありそうかなという、いやこれありますね、これはね、はい、果たしてどうなるか、どうぞ千秋楽の中継もご期待ください。裏にするな。田中さんにとって一番恥ずかしいところだよこれ。ご期待ください。これポロリだよ。ポロリだよこれは。田中さんは今恥ずかしいよ多分。恥ずかしいですかねこれ。以上8日目実況、私山田大輔、そして解説行事叩き役は海坊主でお送りしました。千秋楽の中継でお会いしましょう。田中さん恥ずかしいよ今。寒い寒い札幌からお送りしました。また千秋楽の中継でお会いします。さようなら。